だが、身の能力者が死ぬと、また世界のどっかにその能力を秘めた悪魔の身が復活するらしい。そしてその身を食った者が新たな能力者になる。危険のエースの死後、人知れずこの世に再生したメラメラの身を若様は手に入れてたのさ。